では控え室に向かおうか。先生、案内によると僕たちの控え室は。みんな、こっちにいたよ。うわ、ヒヨミン、ドッポ君、これプレゼントです。応援の気持ち、受け取ってください。ありがとう、子猫ちゃんたち。なんで俺にまで。ドッポ君、これは彼女たちの真心だよ。ありがたく受け取ろうじゃないか。いや、でも。チャクライ先生にはこれを。ありがとう。ところで、これは何かな。だるま型の花瓶です。なるほど、確かによく見ると花瓶ですね。しかしこのデザインは個性的だ。私もドッポ君と。押さないで。子猫ちゃんたち、これじゃ握手どころか身動きが取れないよ。皆さん、もう少し下がってください。ああ、でも危ないのでゆっくり下がってくださいね。おい、あっちの方で誰か潰されてるぞ。本当だ、助けてあげないと。私が助けに行こう。君、大丈夫かい。ひとまずこちらへ。あっちにいるの、マテンローじゃない。本当だ。先生、また人が増えそうです。みんなの気持ちは無限にできないけれど、このままでは危険だね。僕の子猫ちゃんたち、応援の気持ちはラップバトルの本番まで取っておいてくれるかな。このままみんなといたいけれど、みんなからの愛で僕は動けなくなってしまいそうだ。そんなことになったらバトルに参加できなくなってしまう。せっかくみんなが応援しに来てくれたというのに。みんな客席に戻ろう。そこでいっぱい応援すればいいじゃん。分かってくれてありがとう。子猫ちゃんたちは優しいね。優しいのはひふみんだよ。私たちずっと応援してるからね。全員いなくなった。改めてすごいな、お前。愛を持って話せば必ず伝わる、簡単なことさ。ありがとう、ひふみくん。おかげで大きな怪我人も出ずに済んだよ。でも、この子は少し足をひねったようだ。それはいけない。手当てをしますから、私たちの控え室に行きましょう。君、歩けますか？よかった。では、行きましょうか。さあ、こちらへどうぞ。足をひねったって言ってたよ。子猫ちゃんたちに押されて体勢を崩したんだろう。巻き込んでしまってごめんね。いや、俺は大丈夫、心配いらないよ。ドッポ君は元気さ。ただストレス社会の荒波に揉まれて少し疲れているけれど。俺は別に。分かっているよ、そんな君でも僕にとっては大切な友人さ。そうだ、さっきの子猫ちゃんたちも君のことを応援してくれていたね。だったらもっと応援してもらえるように僕が君の魅力を広めてくるよ。俺は悪目立ちするつもりはないぞ。遠慮することはないよ。君がたくさんの人から声援を送られるようになったら僕も嬉しいからね。人の話を聞け。そうと決まれば早速行かなければ。ドッポ君、待っていてくれたまえ。ひふみ、
いつもこうだ。いつもいつもあいつは人の話を聞かないで勝手なことばかりやって、結局俺も巻き込まれて死ぬぐいをする羽目に。きっと今回も面倒なことになってあちこちに謝るんだ。ドッポ君、俺には謝ることくらいしかできない。謝って謝ってそれでもどうにもならなくて、どうせ俺の言うことなんか誰も。ドッポ君、いつもの悪い癖が出ているよ。すみません先生、どうしてもマイナスな方向に考えが。大丈夫だよドッポ君、ひふみ君は君のいいところを広めたいと言っていたじゃないか。それならおかしなことはしないと思うよ。だったらいいんですが。ところで私のカバンを取ってもらえるかな。この子の怪我がどれくらいのものか見てあげないと。あ、そうですね先生、これを。ありがとう。では少し診察させてもらうよ。ん？女の子たちに追いかけられちゃって怖かった。どうしてジャケットを脱いでるんだ。思ってたよりも女の子たちが集まっちってさ、熱狂的な子にジャケット取られちったんだよね。出して取り返したけど、やっぱホストモードはやばいね。ちょっと歩いただけで女の子たちが集まっし、俺っちの集客力マジ神。また騒ぎを起こしたんだな。なんで出ていく前にこうなることに気がつかないんだお前は。ドッポだって止めなかったじゃんかよ。お前が話を聞かなかっただけだろ。あれ、そうだっけか。まあ聞こえてたところで俺の言うことなんて無視するだろうな。お前はそういうやつだ。すねるなよ。俺っちはドッポのこと無視したりしないって。ただちょっと話を聞いてない時もあるけどな。やっぱり聞かないんじゃないか。二人とも仲がいいのはいいけれど、この子が驚いているよ。すみません。ほらひふみ、ちゃんとしろよ。あ、おう、こいつがいたんだっけ。忘れちって、メンゴつこ。俺っちたちちゃんと自己紹介してなくね。その反応マジウケるんですけど。お前の言動の方がおかしいだろ。とにかくその状態のことを説明するぞ。へいへい。じゃあ改めて、俺っちはイザナミヒフミって言います。ホストやってっけど普段はこんな感じっす。こいつはちょっと事情があって、スーツで完全武装してない時はキャラが変わるんだ。今みたいにジャケットを脱いでたりすると失礼極まりないやつなんだけど、誰にでもこうだから。ひってー、もっと俺っちのいいところを紹介しろよな。今のお前の状態を見せておいていい紹介なんてできるわけないだろ。じゃあドッポは自分のことをどう説明するんだ。見せてみろよ。俺は別に改まって言うほどのことはないぞ。名前は観音坂ドッポ。普段はサラリーマンしてて、今日は摩天楼のメンバーとしてここに来てる。そんなんじゃつまんねえって。もっとドッポの魅力をプレゼンしろよ。あのな、そんなことされてもこいつも困るだろ。じゃあ俺っちが紹介すっか。ドッポは俺っちの親友でめちゃくちゃいいやつなんだぜ。ひふみ、ただちょっと暗くていつもネガティブ思考なのがたまに傷なんだけどな。なんで最終的にけなされなきゃいけないんだ。今のやりとりで十分二人の人柄は伝わったかな。伝わらなくていいことまで伝わった気がします。
私から補足させてもらうと、ひふみくんの MC ネームはジゴロ、ドッポくんの MC ネームはドッポだ。この後のバトルでも活躍するから、ぜひ覚えておいてほしいな。そして私が神宮寺ジャクライ、普段は医者をしている。 MC ネームはイルドックだ。摩天楼のリーダーだよ。君も名前くらい聞いたことがあるんじゃないかな。先生は有名っすからね。いや、そういう意味ではないんだ。私は道断ツツジさんと知り合いなんだよ。君が持っている荷物は道断ツツジさんのものじゃないかな。見覚えがあるよ。道断ツツジ、誰すかそれ。確かオルタナティブラップバトルの DJ じゃないか。 DJ ロクロって呼ばれてるみたいだけど。その DJ がこいつと何の関係があるんすかね。それは私にもわからないよ。だから君に聞きたいんだ。道断ツツジさんとはどういう関係なんだい。ここには彼の付き添いで来たのかな。もちろん言いづらいことは言わなくても構わないよ。なるほど。しかし君は随分若く見えるけれど、普段から道断ツツジさんについて回っているのかな。そう、戦争孤児だったのか。道断ツツジさんの世話になりながら馴染みの店を手伝っているんだね。 DJ ロクロってやつが親代わりなんすね。でもその感じじゃ弟子って言っても DJ のことはまともに教えてもらえてないんだな。手のいい雑用係みたいな。おい、言い過ぎだぞ。こいつだって親代わりとして育ててくれてる相手を悪く言われたくはないだろ。それはそうかもしんねえけど、やりたいことできてないってんならそいつもかわいそうじゃん。でか、そんなにすごいやつなわけ。まともに教えてくれないってことは腕に自信がないんじゃね。そっか、大事なことはちゃんと伝わってるんだな。いい話じゃんか。俺っち言い過ぎちったな。メンゴ、ちなみにドッポは DJ ロクロって知ってんのか。名前を調べただけで、どんな DJ なのかまでは。道断ツツジさんの DJ としての腕前は確かなものだと思うよ。先生は詳しいんすか。ああ、最近は連絡を取っていないけれど、昔なじみというのもあるし、この大会に彼が来ることを知って少し調べたからね。へえ、さすが先生っすね。俺たちも勉強してくるべきだったな。まあまあ、ドッポチ、今からでも遅くないっしょ。ひふみくんの言う通りだと思うよ。まだ大会が始まるまでには時間がある。それに私たちの出番は第二試合だしね。じゃあ先生が教えてくれるんすか。ひふみ、勉強してこなかった上に先生に説明させるとか申し訳なさすぎるだろう。構わないよ、ドッポ君。もともとそのつもりでもあったしね。それじゃあ早速説明しようか。道断ツツジロクロ、巧みな技術と優れた選曲センスを持つ DJ だ。最近では様々なイベントに呼ばれてプレイしているみたいだね。本当だ。調べたらいくつかイベントの動画がヒットしました。へえ、アニメフェスなんかにも出てるんすね。ああ、ちょっとこの見た目からは想像つかないけど。私も彼のパフォーマンスを見てみたけれど、素晴らしかったよ。イベントに行ったんすか？ああ、いくつか覗いた程度だけれどね。今日のバトルを最高のものにするため、事前に彼のパフォーマンスも知っておく必要があるかと思ったんだよ。誘ってくれればよかったじゃないですか。水臭いっすよ先生。イベントは夜間のものも多かったしね。ひふみくんやドッポくんは
仕事で忙しそうだったから、とりあえず私だけでもと思ったんだ。声をかけられなくてすまなかったね。そんな、僕たちが不甲斐なかっただけです。謝るのは僕たちの方です。オルタナティブラップバトルは DJ が参加する。その情報を得ていながら、きちんと調べることすら思いつかず、無意に時間を過ごしていたなんて。僕はこのバトルに出場する資格がないばかりか、ラップをする資格すらない、とんだ役立たずです。ドッポ君、そう思い詰めないで。私は初めから今日のバトル前にこの話をしようと思っていたんだ。だから何の問題もないよ。そうそう、深刻に考えすぎなんだって。お前はもっと深刻になれよな。でもさ、ただでさえドッポチンが暗いんだから、俺っちまで深刻になったら救いようがねえっしょ。もういい。お前に対してバカなことを言った俺が間違ってた。ところで君、道断ツツジさんは親代わりと言っていたけれど、ずいぶん長く一緒にいるのかい？何年もか。本当の親子みたいってことだな。しかし、彼が子供を育てているとは感慨深いものがあるね。そういえば、昔馴染みっていつの知り合いなんすか？道断ツツジさんは DJ になる前は医官をしていたんだ。その頃知り合ったんだよ。医術の心得がある DJ か。すごい人ですね。ああ、そうだね。なぜ医術の道から DJ に進んだのかは知らないが、彼にもいろいろあったんだろう。そうだ、君の手当がまだだったね。少し赤くなってますね。ああ、けどどうかな。ここを触られて痛いかい？では、ここは？大怪我じゃなさそうっすね。軽い捻挫のようだね。湿布を貼っておくよ。これでよしっと。念のため他にも怪我がないか見ておこうか。では怪我がないか見させてもらうよ。この傷は首んところのやつですか？古傷に見えますけど。辛いことを思い出させてしまったようだね。すまない。まだ若いのに苦労したんだな。そういや、戦争孤児だって言ってたし。戦争は世の中にたくさんの影を落とした。私がこの仕事をしているのも、この子のような子供たちはもちろん、苦しんでいる人たちをできるだけ多く救いたいと思ったからだしね。先生はすげえっすね。その志の高さ、半端ねえっす。ドッポもそう思うよな。ああ、自分のことでいっぱいいっぱいの俺とは大違いだ。人にはそれぞれ役割があると思うよ。ドッポ君だって立派に働いているじゃないか。今の世の中を支える一端を担っている。人々の助けになっていると私は思うよ。誰かの助けになって、僕は。だからドッポは深刻に捉えすぎなんだって。俺っちは先生の意見に賛成だぜ。ドッポはドッポの、俺っちは俺っちの立ち位置で、世のため人のため頑張ってるって。そうだったらいいんだけどな。ほら、この子もそう言っているよ。実際に辛い目に遭ったこいつに言われると重みがありますね。それにドッポ君、私たちにはこれがある。ヒプノシスマイク。確かに世の中変えるくらいの力はあるっすね。この大会は優勝チームには賞金が出るからね。賞金を手にすることができたなら、私は医療に役立てたいと考えているよ。さすが先生っす。俺っちも
微力ながら手伝いますよ。僕も優勝できるように力を尽くします。ありがとう。私は二人の力をとても頼りにしているんだ。君たちとチームを組んだその日からどんな戦いにも負ける気がしないと、そう思っているんだよ先生。その言葉マジ感激っす。とすっかり話し込んでしまったね。診察もこれで終わりだ。捻挫した足はしばらく安静にね。そういえば大事なことを聞きそびれていたな。君、名前は？なるほど。じゃあこれからは名前で呼ぶ。入るぞ。そろそろ開会のセレモニーが。ひゃー。は？こっち、これ。ああ、呼びに来てくださったんですね。ご丁寧にありがとうございます。点呼を兼ねて来たまでだ。チームによっては控室に揃っていないところもあったが、ここは優秀だな。ラップバトルの前にセレモニーがあるのは聞いていましたから。出番が第2試合といえども部屋を開けるわけがありませんよ。それでそろそろ会場に向かった方がいいのでしょうか。そうだ、速やかに会場のステージへ集まるように。承知しました。では。ひふみ、もう行ったぞ。急に入ってくんのとか反則っしょ。仕事しに来ただけなんだから、あっちに悪気はないだろう。でもさ、ノックしてから入ってくるまでもうちょっと間を空けてもいいんじゃね。わかったから、いつまでもへたり込んでないで。ほら、立て。ドッポチン、優しい。バカなこと言ってんなよ。あ、びっくりさせちったか。当然だろう、あんなに騒いだんだから。要するに一二三は女性が苦手なんだ。苦手という範疇を超えているように見えたかもしれませんが、そういうことです。ホストやってるのもそれを克服するためだよな。そうそう、だからホストモードになればもう満体ってわけ。まあジャケット一枚脱いだだけでこの状態だから油断できねえんだけどな。ところで私たちはそろそろ行かなければ。君は？いや、引き止めたのは私たちの方だよ。つか俺っちたちのせいで怪我したようなもんだし。先生、セレモニーに行くついでにこいつを送っていくのはどうでしょう。そうだね、足の状態も万全ではないし。そうと決まれば俺っちもジャケットを羽織って。それはダメだ、ホストモードになったらまたいらない騒ぎが起きるかもしれないだろう。いや、でもさ、女の子がいっぱいのところにこれから行くわけだし、さすがにジャケットを羽織らないのはきついっつうか、やばいっつうか。なら俺の後ろに隠れてろ。ほら行くぞ。ドッポ、それなら置いてくなよ。では私たちも行こうか。ほらひふみ、安心しろよ、もうあんまり人がいないみたいだぞ。マジで？とはいえ全くいないというわけではないですから、私が先頭を歩きましょう。じゃあ俺はお前の隣を歩く、それでいいよな先生。ドッポチン、
アザース。いや、君も隣にいてくれないか。そうそう、俺っちをサンドする感じで。じゃ、そういうことで護衛よろしくっす。俺たちはお前の護衛じゃないぞ。これはあくまで騒ぎを避けるための措置だ。ドッポチン、冷たいな。別に否定しなくたっていいっしょ。二人のやりとりは息が合っているね。さすがは幼馴染だ。今のやりとりを見てその感想ですか、先生。俺っちたちの友情はどんな話をしてても隠しきれないってことっすね。そうだね。先ほども言ったけれど、そんな二人とチームを組めて私はとても嬉しいよ。そんな二人って、息が合う二人ってことですか。うん。気の合う人間なんてそうそう見つかるものじゃない。ましてや一緒にチームを組めるなんて。息が合うということはバトルにおいてとても重要だよ。ああ、それわかるっす。ドッポがヤバそうだったら顔見なくても空気でわかるもんな。まあ俺もお前のフォローぐらいはすぐにできる。でもそれも先生がいてこそっていうか。そうっす。先生がドーンと構えててくれるから俺っちたちに余裕ができるんすよ。そう言ってもらえると私も誇らしい気持ちになるね。だから俺たちなら優勝間違いなしですって。僕もそう思います。そうだね、私もそう思うよ。この音はもう始まるんじゃないですか。そうかい。でもあ、 DJ 六郎の控え室ってここじゃねえすか。いつの間にか目の前まで来てたんだな。君、道断ツツジさんには私たちのせいで遅れたと言っていいからね。騒ぎに巻き込んだせいで怪我までさせたし。その湿布見せれば納得してくれるっしょ。私も試合後に改めてご挨拶に伺うよ。すまなかったね。じゃあ俺たちはこれで。待ってなー。